今日はですね、最近見つけた海外のですね、吹き替え文化と字幕文化の変化についてちょっとお話ししたいと思います。全くね、興味がない人からするとそんな違いはわからないと思うんですけれども、キングコング西野の活動をちょこちょこね、チラ見している人からすると、なんか去年の年末頃に比べて最近の西野っておとなしい感じがするじゃないですか。これは何もですね、活動が落ち着いたわけでも何でもなくて、今はもうですね、次回作の制作期間に入っているっていうことと、実はですね、映画煙突町のプペルの海外展開をコツコツ続けてるんですね。まだ出せない情報がいろいろとあるんですけれども、まあ本当にいろんな国からお話をいただいていて、まあ一つずつ丁寧に話をまとめているところです。で、まあこの話を聞く機会もあまりないと思うんですけれども、まあせっかくなんでね、お話しするとですね、国によってですね、まあ、厳密に言うとですね、その国の配給会社さんの判断によって、字幕版と吹き替え版がそれぞれ上映されるんですね。これ国によって違うんですよ。字幕で行く国と吹き替えで行く国と。字幕で見たいっていう国も実はあるんですよ。まあ、要するに日本語の音を聞きたいっていう。でもこれなんとなくわかりますよね。韓国映画とか、まあ、韓国ドラマって韓国語を聞きたくなるじゃないですか。韓国語の独特のトーンにこうキュンってくる感じってあるじゃないですか。その一方でですね、やっぱりアニメーションなので、吹き替え版っていうのは王道で、こちらも求められてるんですね。で、そんなこんなでですね、英語吹き替え版の映画煙突町のプペルが完成しまして、昨日ね、もう本当に、コアスタッフだけの試写会がありました。映画のね、企画立ち上げの頃からずっと一緒に走ってくれた、ジェフさんがですね、このコロナ禍で本当に身動きが取りにくい中でね、いろいろ動いてくださってようやく完成したんですけども、本当に、もうね、本当に最高でした。これここでどれだけ良さを熱弁しても絶対に伝わらないのは分かってるんですけれども、もうね、英語吹き替え版のルビッチャは可愛いし、プペルはすっとんきょうだし、スコップはうるせえし、作り直した音楽は最高だし、もうね、めちゃくちゃエンターテイメントだった。これなんとか伝えたいまあもちろんですね、口の動きを合わせなきゃいけないんで、直訳じゃないんですよ。スコップっていうキャラクターが逃げ際にですね、吐くですね、以上スコップでしたっていうセリフはですね、軍内チムニータウンになっていたりするんですけども、そこのなんだろう、役のですね、バランスも最高だったんです。あんまりにも最高だったんです。すぐにですね、これは特別上映で日本でもやってくださいってスタッフさんにお願いしちゃいました。日本の皆さんにも英語版を見せたいと思ったぐらいです。まあそんなこんなでですね、字幕版と吹き替え版の両方を用意して世界をまあ点々としているわけですが、この前ですね、ちょっと面白い話を聞いたんです。これをちょっと共有しようと思って。ラスベガスに行ってたんですね。で、その時にですね、現地の学生さんと、まあ随分と話し込んだんですけど、2、3時間ぐらい喋ったのかな。で、自分が今ね、こんな作業やってるもんだから、字幕版と吹き替え版どっちで見たいっていう質問をその学生さんにしたんですね。で、その場にいた学生のお母さんはですね、そんなの絶対に吹き替え版よって言っていて、まあ僕もですね、アメリカの方がですね、字幕を見るイメージがなかったんで、そうなんだろうなと思ってたんですよ。だけども学生さんの答えは違って、韓国エンタメがビルボードとか、それこそアカデミー賞なんかをこう席巻するようになってから、字幕に慣れちゃって、日本人の役者のセリフとかが英語吹き替え版になってるのが気持ち悪くて仕方がないんですって。もちろんこれは全員の、相違じゃないですよ。その子の個人の感想ですよ。だけど言われてみたらそうで、パラサイト、半地下の家族はですね、韓国語でアカデミー賞取ってるんですよね。多分今ネットフリックスとかアマゾンプライムとか、あとは韓国が世界のエンタメの地図を若干変えてるっていう話です。前までダメだったものがいけたり、前までいけてたものがダメになっていたり、もしね、このラジオをお聞きの方の中に、今後海外に仕掛けようかしらって思ってる方がいるのであれば、ここの変化っていうのはちゃんと押さえておいた方がいいのかなと思いました。そんな中ね、話が言ってこいして申し訳ないんですけども、あ、すごいなと思ったのが、映画のね、まあ、主題歌なんです。煙突町のプペルの主題歌なんですけども、まずね、今回大前提としてですね、吹き替え版を作るっていう名目のもと、アメリカで活躍されているキャストさんとスタッフさんが、集結してですね、ここはああだ、あそこはどうだっていう、議論をみんなで、したんですけれども、そんな中、問題はですね、エンディング主題歌のロザリーナですよ。あそこなんてね、現地の歌い手さんが歌ってですね、まあ、英語に直した方が受け入れてもらえそうじゃないですか。それが全然違うかったんです。ロサンゼルスとニューヨークのスタッフキャスト満場一致でですね、あそこは日本語のままで彼女が歌うのがいいって言ったんです。歌詞の英訳そんなんいらない。あのままで十分伝わるってこれ全員が言ったんです。僕はですね、あれなんかとはいえ英訳ぐらい載せた方がいいんじゃないのと思っていたんですけども、それは間違いだったということで、もちろんこの感覚もきちんと知っておかなくちゃいけないなと思ったと同時に、なんかね、あのママがいいって言われたことがすっごく嬉しかったんで、日本語のママがいいよってみんなが言ったのすごく嬉しかったんで、今日はその、違いとですね、嬉しかった気持ちについて、正直にお伝えさせていただきました。